ミニ四駆超速グランプリ。マシンはこちらです。シグナルに注目。5台揃ってのレースが始まった。まずトップに出たのはロコス・シルバーのマシン。しかし後ろのマシンも負けていない。3周目に突入。ロコス周回遅れでリタイアだ。周回遅れでリタイアだ。後ろを突き放してゴール目前。サイドストーリー。見事勝利したのはサイドス